はいはい。じゃあまあそんなこんなで、ポケモン金放送、第3回の方、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。音量バランス大丈夫ですかね。前回とまあ一緒なんですけども、大丈夫？大丈夫かな。チェンチェンチェン、大丈夫なら大丈夫なんで、始めていきたいと思いますけども、よいしょっと。はい、現在金曜日夜11時5分でございます。主人公3つ、持ってるバッジ4つ、ポケモン図鑑15匹、プレイ時間8時間14分。はい、というわけで、現在のパーティーはこんな感じになっております。一応軽くご紹介させていただくと、まず使わないのバタフリー君、枕のモココ君、プリケツのベイリーフ君、ガスミのゴース、ナメロウのヌオ、マリオのサンド。あれ、コミットオスばっかり俺のパーティー。ガスミしかメスいなくね。ガスミしかメスがいね。あ、使わないメスだったか。忘れてた。すまんすまん。お前メスだったのか。完全におめえがメスだってこと忘れてた。ヘラクロスとかそういうちょっと、そういうなんか、あれなやつの名前は出さないでいただきたい。で、というわけですね、まあ先ほどからコメントでもありますけども、ラプラスがね、金曜の夜捕まえられるんですよ。で、まあ、有識者の情報曰く、波乗りだけで捕まえられるってことで、怪力なくても捕まえられるっていう話なんで、ちょっとラプラスの方捕まえていきたいなと思います。ラプラスを。ラプラスはね、ぜひ、私、なんやかんやで一番好きなポケモンなので、捕まえていきたいなと思います。とりあえずボールの方、ばっこり買っていこうかなと。スーパーボールをちょっと変えるだけ。10変えるな。10変えるけど10いらんやろ。 5でいい。で、つながりの洞窟ってあれだよな、結構遠いよな。遠いかったよね。あー、モンスももうちょっと買っとこう。モンス10買えばいけるかな。てかまあ、ラプラス出る直前でセーブしちゃえばいいんじゃないって思うんだけどね。汚い大人みたいなこと言わせてもらうと。で、どっちだったっけ、つながり洞窟って。ちょっと、誰かちょっとなびってくんないか。こっちで合ってる？あ、虫除けスプレー買っとけばよかったな。こういう野生の、あれを回避できるように。方法いらん。ちょっと野生は逃げるわ。結構レベル高いな。なんか、野生でこんなレベル高くなってたっけ。前回の記憶が死んだ。こっちで合ってる？大丈夫？俺、人生の道間違えてないかな。なんとなくノリで。あ、こっちで合ってるよな、多分。合ってる合ってる。ここは完全に、あれの、桔梗シティの BGM だから。地図見たら、そういうなんか冷めた大人みたいなこと言うんじゃないよ。こういうのは、こういう暗闇の、あれ、暗闇のホラー穴じゃなかったっけ。あれ、暗闇のホラー穴ってなんだっけ。ここって何、ここってなんだっけ。ここじゃなかったんだっけ。暗闇のホラー穴とはなんだ。ん暗闇のホラー穴とつながりの洞窟は違うもの。あ。ん？いや、地図見てもわかんねえな。あ、つながりの洞窟ってあるな。あ、じゃあ、こっちじゃないな。暗闇のホラー穴って何？じゃあ。何のために存在するの、あの施設は。
して誰一人コメント欄でも覚えてるやつ。あれ、これ下どうやって行くんだ。こっちか。これなんだ。麻痺直しのみ。これ道って大体覚えてないよな。俺もあんま覚えてない。あー、虫除けスプレーやっぱ使っとくべきだな。ウーパーいらん。虫除けスプレーあったかな。一個ぐらいなんか母が買い物とかで買ってきたやつがあったような。なかったっけな。あったあった。100歩か。でも100歩ぐらいだったらすぐ使い切っちゃうような気がするんだよな。さっきすごい下の方だったよね。これだな。つまりこれでまっすぐ行けばおおむねこれか。これだよな。一応縦看板見とこう。よし、合ってる合ってる。波乗りがあれば行けるはずなので。あ、そうか、ここでも出るから、ここでももう一回虫除けスプレー使っとくか。ラプラスってシンボルだよね。なんかエンカウントで出会うとかじゃないでしょ。普通にシンボルでいるよね。俺の淡い記憶だけど。虫除けスプレー使っても大丈夫よな。っていうかもうラプラスになっとるやんけ俺。ラプラスがいないのにラプラスになってるという。こっちじゃないと。ここは何の意味もない場所と。何のために作られたプールかわからないと。あのはしご使っていくとこか。な？もう昔の記憶なんでサツパリなんだが、ここ行って。こう言って、このびっくりした、親父に横から話しかけられたかと思った。ちょっとね、あんまり時間が、あ、サンドだ。かわいいけどここは逃げる。ってこれ初手バタフリーでいいのか。あぶね。あ、ちょっとね、親父に、あぶね、親父が、あ、なんだこの出口みたいなとこ来たけど、俺もどこにいるかさっぱり覚えてない。だから誰かね、詳しい民がいたらよかったんだけど、まあ、誰一人詳しくないということで。なんとか野生の勘で、ずいずい進んでおります。さて、あれ抜けちゃった。ここじゃないよな、絶対。うわ、無駄に先手が、もうスプレーが足りんな。これ出口、なんでこんなとこに出口を作ったの。この波乗り一回で、うわ、これめんどくさい。速攻でぶっ殺さないとこれだ。なんでこんなとこにトレーナーを作ったかね。まあ石粒で3匹結構強いなこいつ。石粒て3匹なら楽勝じゃんって言おうとしたけど、これだとさすがに使わないでも、っていうか自爆したんだけどこいつ。マジでただの爆弾だったんだけどこいつ。初手自爆とかしてきたんだけど。まあ、プリケツでいこう。あいつポケモンを何だと思ってんだ。あいつマジで愛も情もね。さて、まあプリケツに吸わせられたのはちょうどよかったっちゃちょうどよかったけど、あ、いらない。入れ替えなくていいです。あいつ初手自爆ってマジで全く愛情のない戦法取ってきたんだが、
まあね、ラプラスを仲間にしたらね、首候補は使わないかヌオーのどっちかなんで、まあ、正直使わないわ。そんなに経験値吸わせなくてもいいんだよ。あ、ここ怪力がいると、怪力いるとこじゃないと思う。あれ、じゃあどっちなんだろう。あれ、どっち行ったらいいの。もうあれ、もう迷ったんだけど。え、こっちじゃないの。こっちではないということ。こっちに行ってもだってもう道ないもんね。え、どっち行ったらいいの。下の道を左？下の道って何？もう野生のポケモンが出て、この野生のポケモンが出る瞬間にこう、この、あ、やべ、このおっさんが戦ってないんだ。え、つまりね、ここ行く前のところに戻んなきゃダメっていうこと？え、ちょっと詳しく教えて。日和田ダウン側の入り口の近くで波乗りです。日和田ダウン側の入り口でどこ、誰かなんかこう地図サイトみたいなの貼ってくんねえか。言葉じゃわからねえ。さっぱりみんなが何言ってるかわからないだ。ほら、とりあえずこの腕力を始末していく。あ、硬えな、意外と腕力って。うわ、地球投げってこんなエフェクトだったんだ。地球は青かったんだな。なんで外れるんじゃい。もう、死ぬやんけ、プリケツ。危ね危ね、プリケツ死ぬとこだった。さてさて、こっち側じゃないってことね。とにかく、こっち側行ってもしゃあないいうことやね。え？左がこっち？もう野生のポケモンが鬱陶しすぎる。はい、ラプラスのとこ行きたいんですけど、誰も場所を知らないので、こう迷ってます今。こっちじゃないね。お、URL はナイス。やっぱこうコメントよりもサイトだよな。分かりません。これのどこに行ったらいいんですか。地図が書いてあるだけで。あ、でも B2 に1匹現れるってことか。 B2 に行く方法を考えればいいのか。ね、どうやって行ったらいいの。あ、なるほど。だからこっちに来たのがやっぱり間違いだってことだ。やっぱだ、こっちに来た時点で間違ってんのよ。だからこっちに来た時点でお前そっちじゃないぞっていう。
この下に行かなきゃいけないから、マジで虫除けスプレー、虫除けスプレーがないと本当に時間がかかってしょうがないな。ボールよりもスプレー買った方がいいです。だこっち行ってこうなのよ。でとりあえずこいつは一旦無視します。でこっち行ってこう、また人がいるな。うっぱー、水の中で出会うとは。あ、この距離でもあいつ射程範囲なんだ。この距離なら当たんないかなと思った。こっからピュッピュッと横に行けば当たらないと思った。ガルーラ、へえ。このじゃこんな、てかこの色で合ってるガルーラ微妙になんか俺の思ってるガルーラの色と違うんだけど、てか微妙に強えな。一匹しか持ってないって、強、ちょっと強い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 お前強い強い、それはそれはちょっと違う違う、それちょっとやり方が違うわ。この時代のガルーラは肝っ玉という特性を持っていないので、ガス見で貫通できるんですな。ここは呪いで、呪いで殺します。さらばグッバイ。あとは僕は自分のポケモンの傷を治しながら、悠々自適に生きてきます。ガルーラがガスミに対する打点は一つもないと思うので。噛みつくあんのかよおい、それ聞いてねえぞ、マジかよ。ゲットしてもいいのでは、野生じゃないです。人のポケモンを取ったら泥棒です。マジか、殺されんのか。まあ、そうか、まあ、とりあえず穴を掘るで時間稼ぐか。多分メガトンパンチで一発はないと思う。急所とかに、さっきの急所事故とかなければ。だから穴を掘るで、倒せないとは思うけど、時間稼げば呪いのダメージが稼げるので。噛みつく、ガルーラって噛みつく覚えたっけ、そもそも。あ、でもこれでいけるかな。ナメロはね、うお、マジでまだ倒せない。まだ倒せなくても、まあなんか、事故っても大丈夫なように、ここは傷薬を使っておけば、まあ、急所に当たっても、これで耐えるでしょう。いや、最初のメガドンパンチが急所に当たったとき、マジで事故だと思った。これで死ぬと。オッケーオッケー。子供もろとも倒してやったぜ。ナイス。いや、強かったな。強かったけど、まあ、そういうね。ガスミ殺されたの意外だったわ。まあ、ガスミ別にポケモンゲットにあんま使うポケモンではないので。まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいい。子供さらい。そって。トゥ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 。どこにいんだ、ラプラスは。B2 階だから。あれ？もうそろそろいてもいいんじゃないか。あれ？まだいないの？ちょっと待ってね。さっきの地図サイトを見ると、あ、さらにまだ奥があるんだな。はいはい、理解理解。てか強っ。ちょっと待って、強い強い強い。逃げれるか、俺。この辺ちょっと微妙にまだ、俺が来ていいレベルじゃなかったんじゃないか。ちょっと待ってね。サイトをガン見しながら今進むという非常に、放送としてどうなのっていう進め方をしておりますけども、さすがにこうコメントにも微妙にラグがあるので、こうそこはああだよっていう、こうかなりうまいナビゲーションじゃないと僕を導くことは不可能なので、かなりこう来たの。まあこいつは戦わなきゃしょうがないのか。こいつでまた殺される恐れあるんだよな。なんか好きなポケモンいるな、どんなとこだって行くわ、それがトレーナーなのよ。なんだお前、エリートトレーナーなんだ。強えな。だから多分ジムリーダーより強いんだよな。
ここで変に雨乞い、へえ、雨乞いとかやってきます。でなかなか悠長じゃないか、雨乞いやってくんのは。ここでにゃー、陰キャだったこいつ、クソ陰キャ戦法だったんだけど、マジけ。とりあえずなんか捨ててもいいやつをちょっとクッションに出そう。クッションからの死に出しでいくわ。往復ビンタ、大した技持ってねえな。さては雨乞いにして往復ビンタっていう謎戦法を使ってきたんだが、なめろうなんか打点あるか。なめろう、まあ、波乗りも倒せると思うけど、まあ頭突きとかでいっか。あ、そっか、なめろうって水とお前なんだよく考えたらこいつ地面持ちなんだ。うわ倒せねえ水等倍なの地味に痛いよな。やっぱなめろうが首候補なの。ラプラスはだってこの奥にいるからさすがにたどり着けないってことはないでしょ。捕まえられないことはあってもいくらなんでもここにいたらたどり着けないというよりはもう、ほらいるいるね、同じような生き物がいますよ。ん？なんかあいつ動くのなんか今ちょっと動いたよな。あいつずっと動かないとかじゃないんだ。色違いだ。どっちかというとこっちが色違いなんだよな、むしろ。破壊ラプラスだからな、こっち。移動しないとは言ってる。こういうのって移動しないんだと思ってた。まあ時間はあと30分ほど試行時間があるということで、ここでレポートを書きたいなと思います。そうだ、状態異常ポケモンが使わないが死んだので、枕電磁波持ってたっけ。持ってる。じゃ枕で行くかな。ラプラスの本当の色違いは濃い青とかじゃなかったっけ。一応もう一回レポート書いとこう。トライアンドエラーがしやすいように。ラプラス同士がキスしてる映像からスタート。おお、かわいい。これはぜひぜひ捕まえて主力にしていきたいところ。しかもそこそこ強い。そして押すという。俺のパーティー押す多いな、こうなると。まあ、とりあえず電磁波で。あ、どうもどうもこんばんは。まずこういういやらしい戦法取って、多分電気ショックでもラプラスなら一体すると思うけどな。一応有事の際を考えて体当たりにしとくか。体当たり全然効かねえな。歌うとか陰キャだったんですけど、そうね、オスのラプラスの名前どうしよっかな。変えてなめろうとかでいくか。紳士、確かに紳士っぽい。あ、ジェントルありな気がするな。頭突きでいいね、いいね。白い霧、白い霧に包まれた。白い霧はそんなに、もう一続きいける。歌わないでください。そろそろ、まあいいや、ここの歌うは OK。 すげえ歌ってくるな。こういう歌い手にはまずモンスターボール投げる。いけ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 。おお、思いのほか簡単に捕まったヘラクロスって、やっぱあいつを俺のこと嫌いだった説あるなすげえ簡単に捕まったんだけど簡単すぎるんだが、ラプラス、やっぱ俺ラプラスには愛されてるような気がする。たどり着くまでは時間かかったけど、
ヘラクロスには嫌われてたんだな多分。ラプラス、乗り物ポケモン、優しい心の持ち主、めったに現れないためたくさん捕まえられ数が減った。もう悲しいこと書かないでくれ。ちなみにサンムーンの図鑑では数が増えたって書いてあったような気がします。保護した結果保護した結果数を増えてしまったみたいな。まあよーし、ラプラスはぜひぜひ使っていきたい。どうですか、紳士とかジェントルでもいいけどね。てかあれだね、ここのアイコンになると赤くなるんだな。どうしよう、何しよっかな。紳士、ジェントルでもいいけど、紳士っぽい名前にするか。教授もなんかありだな。教授ありだな。ラプラスを愛し、ラプラスに愛された男。サンシャイン。エドワードもありだな。それ外人っぽい名前がいいな。ギャリソン。ギャリソンいいな。ギャリソンにしよっかな。ジェントルマン野球。わかりません。ジェントルマン野球の意味が僕には。ギャリソンかな、ギャリソン。ギャルソン。エドワードもでもありだな、エドワードも。そういう、ギャリソンかな。ギャリソンってでも本来どういう意味なの、ギャリソンって。ギャリソンのちょっと本来の意味を教えてくんない？それによってちょっとギャリソンにするかどうかちょっと。カーネルはあいつやろ。ポケモンプラチナの。ギャリソンってどういう意味なの？ちょっと意味によってはなんかこう、なんか家来みたいな意味だったらちょっと嫌だなと思って。誰がギャリソンの意味を教えてくんない？ギャリソンの意味を。あれだね、本名なの？ギャリソンって。固有名詞じゃないでしょ？なんか多分、意味あんじゃないの？ギャリソンってなんかあれ、違うの？あれ、固有名詞なの？俺、てっきりなんか、羊とかなんかそれ使える人みたいな意味なのかなって思って受け取ってたけど。あ、英語で名前なの？へぇー。なんかそう考えると俺、ギャリソンやだな。なんかこう。それだったら俺、エドワードの方がいいな。エドワードにしよっかな。エドワード。トーマスとか。トーマスはでも紳士感ないな。ダニエルとか。ダニエルにしようかな、ダニエル。ダニエル・ラドクリフ的な。しょぼん。な。ギャルソンは少年、青年とか球児、ボーイって、ああ、なんか俺それとごっちゃになってたかもしんない。エド、でもなんかエドっていいな、エドってやっぱり。じゃあエドワードにして、こう、エドって呼ぼう。それに決めた。エドってなんかいい気がする。まあ、エドはるみさんがなんかちらつくのが嫌だけど。まあ、オスなのでセーフ。エドワードでこう、エドワードではなくエドワード、OK。よしよし。で、間にトレーナーいたよね。ちょっとあいつら経験値の肥やしにしていきたいな、ちょっと。だからちょっとなんか、でもなんか今2匹ぐらい眠らされたよな。あ、でもこの状況じゃあんま叩かない方がいいかな。エドに結構反壊させられてんだよな。どうかな、これ間のトレーナーあんま戦わない方がいいから、もう目的は達したから本編に戻った方がいい。これワンチャン、この状況危険かな、こういう強敵トレーナーに挑むには。この奥ってなんか意味ある？ない。微妙になんか今危ねえような気がするんだよな。穴抜けの日も確かあったと思いますよ。あ、負けてワープありだ。もう、っていうか、まともに戦うのプリケツしかいねえじゃん、今。ちょっと、ミナノ衆見てくれないか、この俺の反壊具合。反壊なんてもんじゃねえや。ほぼ全開してら。エドワードとその道中で。逃げろよ、プリケツ頼むで。ズバッととは戦うな。こういうやつとは戦っても大丈夫。初手自爆で終わるけど、こういう石つぶては初手自爆やみたいなことやられたら終わるけど、
さて、お、急所いいね。